皆さん、こんにちは。いつもゆるりチャンネルをご覧くださりありがとうございます。出会って時間が経つけどなかなかアプローチできない、女性と距離を縮めるきっかけが作れなくて困ってるという男性は、今この動画を見ている方の中にもたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。今回はそんな恋愛の膠着状態を打破すべく、女性の方からこちらを意識するように仕向けてしまおうという画期的な方法をご紹介します。題して、女性にとってたまらない男性の行動5選です。異性のたまらない行動って実は男女で結構な認識の差があるので、これまで勘違いしていたということも多いはず。今日の動画では女性目線で絶対に効果があるものだけを5つご紹介するので、ぜひ全部覚えて女性がときめくツボをしっかり押さえてくださいね。他にも、女性のこの行動にはどんな意味がある？ LINE から脈ありかどうか分かる方法が知りたいなど、リクエストがあればぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、さりげない優しさを感じた時。女性は男性に比べて特別扱いをしてくれる人に好意を感じやすいです。平たく言えば、お姫様願望がどの年代のどのタイプの女性にも必ずあります。そこを刺激してくれる男性には絶対に特別な気持ちが芽生えてしまうんですよね。優しい男性がモテるというのは想像しやすいと思うんですが、具体的にどんなことをすればこの人って優しいなと感じてくれるかを知っている男性って本当に少ないんですよね。時間やお金をたくさんかけることが優しさだと思っている男性が多いんですが、これも確かに女性を喜ばせる要素ではあるものの、実際のところ嬉しい、ありがとう止まりになってしまうことがほとんどなんです。つまり、時間やお金をかけるだけでは嬉しいとは思われるものの、優しいな、好きだなにはつながらないということなんです。ちょっとびっくりですよね。では逆に、どんな行動にキュンキュンしましたかという質問に答えてくれた女性の回答をご紹介しますね。歩くペースを自然と合わせてくれた時、さりげなく車道側に移動してくれた時、メニューを開いて最初に見せてくれた時などです。いかがでしょう。どれも時間もお金も全くかからないさりげない行動ですよね。こんなさりげない優しさが女性にとってはたまらないんですよ。キュンキュンどころか、一気に相手のことを恋愛対象として意識してしまうくらいめちゃくちゃ好印象です。逆に言えば、時間もお金もかけることなく、女性の方から自分に好意を持ってもらえる行動ならやらない手はないですよね。ぜひ明日からさりげなく日常に取り入れてみてくださいね。2、できる瞬間を見せられた時。女性受けのいい恋愛ドラマとか漫画って、実はほとんどが年上男性に恋する設定だって知っていましたか？あなたの周りにも、学生時代に部活の先輩に恋していた女の子、先生や上司など目上の男性に憧れていた人がきっといたはず。これはただ年齢が上の男性がモテるという単純な話ではないんです。ここに隠されている女性ならではの心理をこの動画でこっそりお伝えしちゃいますね。年上の男性に恋しやすいというたくさんの女性の傾向から見えてくるもの、それはできるところに弱いという女性特有の心理です。年齢に関係なく、男性のできる部分に女性は無条件に好意を持ってしまうものなんです。具体的には、わからないことを教えてくれた時、重いものを持ってくれた時、意外な特技を見せられた時などがたまらない瞬間として挙がりました。これ私の友達にも聞いてみたんですが、どれも絶対ときめく、秒で意識しちゃうと、その場にいた全員から太鼓判をもらいました。これには私もすっごく共感します。男性の余裕や頼もしさ、男らしさを見せられちゃうと本能的に惹かれてしまうんですよね。きっと自分にはない男性ならではの魅力にときめいてしまうんだと思います。あらかじめ自分の得意なことや過去に頑張っていたことなどを思い出してリストアップしておいて、その話題が来た時にすかさずアピールするのもいいですし、女性が重いものを持っているのに気がついたら、代わりに持つよと声をかけるだけで、自然とできる男の余裕を見せることができますよ。3、誠実さが見えた時。おしゃべり上手で女性を誘うのも得意で、
友達が多くてという社交的なタイプの男性って一見するとモテそうですよね。でもここにも男女の認識の差が潜んでいます。ぐいぐい来られるのが嬉しくないわけではないんですが、実はちょっと警戒してしまうというのが多くの女性の本音です。こんな風に誰にでも声かけてるのかな、遊んでそうという感じで好きには結びつかないことがほとんど。じゃあ逆にどんな男性になら付き合いたい、誘われて嬉しいと感じるかについて女性たちの声をご紹介しますね。強いお酒を勧めない、終電前に返してくれる、家まで送ってくれるけどそこでバイバイするなどです。これを聞いて、こんなに推しが弱かったらただの優しい人で終わるのではと心配になった方もいますよね。確かにその可能性もゼロではありません。でも優しい人の方が圧倒的に次があるんです。ここはかなり強調したいところなんですが、男性の中にあわよくばみたいな下心が見えた時、女性はもう会いたくないと恋愛対象から完全に除外してしまいます。こうなるともう会う約束すらできなくなってしまいますよね。でもあなたが優しい人だと知ってもらえれば、また会いたい人として女性の中でいい印象を残し続けることができるというわけです。こっちの方が断然可能性が見えると思いませんか。しかも優しくて安心感を感じられる男性から突然積極的にアプローチされたら、優しそうに見えて意外と肉食なの？とギャップが生まれ、恋愛に発展する確率が一気にアップするという一挙両得の良さまであるんです。絶対に覚えておいてくださいね。4. かっこいいよりかわいいが見えたとき。実はかっこいいだけでは好意は生まれにくいです。整った容姿が魅力的であることには間違いないんですが、かっこいいって終わってしまって、そこから付き合いたいにはならないんですよね。そこで見た目の清潔感は大切にしながら、プラスアルファで覚えておいていただきたいのが可愛い要素です。数年前に大ヒットしたドラマの中にこんなセリフがありました。可愛いは最強、かっこいいの場合かっこ悪いところを見ると幻滅するかもしれないけど、可愛いの場合は何をしても可愛い、可愛いの前では全面降伏というものです。当時ツイッターのトレンド上位にもランクインするほど多くの女性の共感を得たこのセリフ。女性なら誰でもわかるとうなずいてしまうはず。男性としては可愛いよりもかっこいいの方が嬉しいっていう意見もあるかもしれませんが、女性から好印象を持たれるためには可愛い要素は必須だという知識だけは覚えておいて損はありませんよ。例えば食事中笑顔で美味しいという、動物と無邪気に触れ合う、電話で甘えた声になるなどが回答として寄せられました。その人の素の部分が見えたり、人間味あふれる無防備な姿にキュンキュンするようです。女性は男性の可愛らしさを見ても男らしくない、なよなよしてると思うことはほとんどありません。安心してどんどん素のあなたを出していってくださいね。5. 普段と違う一面を見せられた時。ズバリギャップですよね。これは男女問わず絶対に外れなしのたまらない行動なんじゃないでしょうか。こんな一面あるの？と思った時にはもう相手に関心を持っているということなので、こんな美味しすぎる行動は絶対に抑えておきましょう。ギャップといっても内面のギャップ、外見のギャップといろいろあると思うんですが、一番難しいのって自然にギャップを生み出すっていうところだと思うんです。というのも女性からの意見でとても多かったのが、狙っている感じがすると冷めてしまうというもの。確かに女性に置き換えて考えても、モテようと意識しまくった行動ってあざとすぎて逆に引いてしまうというのもわかります。そこで今回は絶対に失敗しないだけでなく、とってもお手軽にギャップを生み出せる方法を特別に伝授しますね。それはメガネです。よくメガネをかけている男性で垢抜けようとしてコンタクトレンズに変えるという方がいますが、本当にもったいない。実はメガネ男子が好きな女性ってすごく多いんですよ。どうせならおしゃれなメガネに変えた方がずっと好印象です。とっても簡単にいつもと違う自分になれますし、伊達メガネだとしても普段のおしゃれの延長として不自然な感じもしません。ぜひご自分に似合うメガネを探してみてくださいね。
回ご紹介した女性にとってたまらない行動を覚えておくことで、いつどんなシチュエーションでも気になる女性の恋愛対象に立候補することができますよ。ぜひ何度も動画を見て女性のたまらないポイントを復習してくださいね。今回の動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。